昨日年賀さんの、はい、病院での検査は行ってきました。なんか病院ではなくて整骨院。どっちないね。左です。見せて。うわ、どっち向きにねじったの。こう、こう、なんかこういう動き、うん、音がした。倒れそうな。相手の足を踏んで倒る。はい、うん、痛いやろ、こんな暇があるから。治りにくいと思います。こんだけ巻いたら治りにくくなります。でも先生、先生も痛くなりました。昔の話、ものすごく治りにくくなる。これ治しにくくなる。食い込んで相当痛かったよ。うずいたよ。はい、書けばよかったね。いつもとこね、ダメ、はい、局所的な鋭い痛みは取れるかもしれんけど、はい、もう大変な痛みは取れんかもしれない、うん、ね。指が入ってるかもしれませんね。でもいいね。指がすごいきつくね。勝てば勝てると思う。2試合って言ってた。1本ですけど、シートもらってるので。飛んで内側歩いてたら中が痛いけど、うん、ジャンプしたら進めてます。歩いてこういう現象が起こってくるんですよ。締め付けられると、だからやる側としては非常に苦労しますよね。青いとこってなんか、もうね、もう一緒じゃない。ちょっと痛い。相当軽くなったね。はい、ね、バレできそう。ちょっと我慢してできそうなんだよね。でも破裂しそうなのは取れんよ。だいぶいいんだよね、はい、うん、これが限界だと思います。重たい痛みがやっぱあるやから、はい、うん、アイシングをしたらだいぶ取れてくると思う、はい、もうスリッパなんか入れていいよ、はい、そしたら明日間に合うと思います。今からでもできそうやったら、はい、その晴れしそうなさえなければね。はい、そういうことです。はい、ありがとうございます。はい、翔子のことお母さんの